時は戦国時代の元亀元年1570年、畿内を制圧した織田信長は次の進攻先を越前朝倉家に定め、朝倉義景討伐に向かう最中、北近江の義兄弟浅井長政の裏切りに遭う。急遽戦略を変えることとなった信長は、徳川家康の援軍部隊とともに姉川の地にて浅井朝倉連合軍を玉砕する。姉川の戦いでの織田軍勝利の一報は瞬く間に全国へと轟き、信長の威信はさらに大きいものとなるが、同時に信長を快く思わない者たちの信長への対抗心も増していくこととなった。その筆頭格が信長によって京での実権を奪われ、畿内から追いやられ、阿波に潜伏していた三好長安、三好正勝、岩成友道、俗に言う三好三人衆。彼らは同族衆や西下衆の協力のもと、京での再起を図るべく水面下で準備を進めていた。織田の主力が畿内を離れ岐阜に戻った報を受け、いよいよ動き出した。いや、姉川は厳しい戦いでござった。戦場で秀吉と口論なんぞしておるから遠藤隊につけ込まれるのだ。そうじゃ、あの猿顔でケーキうるさいでの気が散って奥義を出すことができんかったわい。おう、わしも一度でいいから見てみたいぞ、その奥義とやらを。吉成まで猿のようなことを申すか。ははは、されごとじゃ。皆の者、姉川での戦いではようこらえてくれた礼を申す。はは、殿、早々に小谷城を攻略し裏切り者の長政を倒して、そのまま越前の朝倉穂影義景だ。そうそう、朝倉義景を潰してしまいましょうぞ。権六、そうせくでない。一条谷はともかく織田を侮ってはならぬ。秀吉が浅井家臣の調略を進めておるゆえ、時が来るのをじっくり待つとする。またざるか。それよりも皆に見せたいものがある。またざ、持ってまいれ。入りまする。この度信長様のご配慮により、病弱の兄年久に代わり前田家の家督を継ぐことに相なりました。元赤穂浪守筆頭、槍を扱わせから右に出る者はいない槍の又座こと前田又左衛門。みんな知っておるわ。かよう、物を見せよ。おう、これじゃ。これはまた大きい鉄砲でござるな。利家、よう一人で持ってこられたな。頑張りました。二度ほど落としてはおりますが。落としたのか、二度も。これは王術にございまするな。光秀、その通りじゃ。鉄砲に比べ破壊力は格段に高いゆえ、主に甲状腺や海戦で使われておるそうじゃ。河内の根頃衆から取り寄せてみたが、なるほど、これは使えそうじゃ。信長、おひさ。佐助、数日前に姉川で大たばかりぞ。そして数日間で忍びらしくもなりおって。そんなことよりも問題派生だ。なんじゃ。三好三人衆が摂津の中島に進出、野田と福島の砦を回収し拠点の城として立ち上がったぞ。なんと、懲りぬ奴らよの。わしが岐阜に戻った隙をついてきたか。現在大和市議三条の松永久秀が摂津に向け出陣。久秀、さすが嗅覚が良いの。光秀、そちが把握しておる摂津の情勢はいかがなのじゃ。三好三人衆がどの程度近隣の大名を取り込んでおるかが読めませぬが、佐助の知らせで判断するに、野田城、福島城として築城を進めておる場所はこの淀川下流の西は海で、それ以外を川で囲まれたこの島全体を城郭と見立てた要塞に仕立てようとしておるのではと。この地形では攻略は難航すると思われますゆえ、力攻めとなるとそれなりの兵数と鉄砲が必要かと。三好三人衆の狙いは当然ながら畿内制圧と京での実権奪回であるため、京に向け進軍してまいるであろう。ここは三好義来の将軍足利義昭様にもご出陣いただき、大義の元の俗軍討伐戦として臨むが賢明かと。で、あるな。こちらが集められる兵数はいかほどじゃ。将軍が旗振りとなり、摂津国人衆、そして根頃衆や西下衆を雇い入れることができれば、畿内でざっと3万ほどかと。三好三人衆側がどの程度の兵数なのかで戦い方は変わりまするな。で、あるか。我に歯向かう無意味さを武力をもって分からせてやるしかなかろう。光秀、急ぎ京に赴き将軍義昭と会い、
出陣を促すよう取り計らえ。は。権力も光秀と共に京へ行き、将軍が不在になる京において5000の兵で監視を頼む。摂津には行けぬのか。かしこまった。又座は先鋒隊として急げ。摂津に向かい、松永久秀隊に合流し、天王寺に拠点となる陣を構えるのじゃ。は、急ぎ行ってまいります。佐助、そちには根頃州と雑賀州に鉄砲傭兵隊を出してもらうよう交渉してまいれ。報酬はいつもの倍、さらによこした鉄砲数に応じて以後の堺での商いの特例を認めるともな。わかったぜ。わしの本隊はアジャイや東国太陽を済ませ次第京へ向かうとする。では皆の者よろしゅう頼むぞ。は。織田家臣たちは信長の指示のもと、姉川の戦いでの勝利の余韻に浸る間もなく次なる戦場へと向かうことになった。この段階では三好三人衆の畿内進出をさほど重大に捉えていなかった信長であったが、俗に言う信長包囲網と呼ばれることとなる厳しい戦いの始まりであった。長安殿、野田城の除名と堀はおおむね完了だ。ようやったぞ。城の備えは上々じゃが。おい、続々と同志が集まってきとるぞ。三好殿、よう戻られた。わしが来たからには大丈夫じゃ。稲葉山城にいた頃に信長の動きはよう見ておるで。おう、辰沖殿、よう参られた。そういえば、美濃の稲葉山を信長軍に取り囲まれた際は、信長の隙を見て見事突破したのじゃったな。あれは突破とは言わぬ、敵前逃亡じゃ。あの信長といえども隙は必ずあるでの。しっかり敵の動きを見定めるのが肝要。ははは。長安殿、やつはあまり戦力と思わぬがよいかと。まあそうじゃの。待たせたな。雑賀衆に戦を引き連れ山地につかまつった。おう、待っておったぞ。雑賀傭兵の頭としてあまたの合戦で活躍しておるそうじゃの。戦がなくては食っていけぬでの。こたびも雑賀衆の両名かたじけのうござる。信長がいない間に畿内を奪還したいでの。雑賀衆の力を頼みにしておるぞ。お任せあれ。それより松永久秀がすでに向かってきておると聞いた。包囲される前に早めに前進しておくべきだな。ここは籠城にも撤退にも向いている城ではあるが、信長の本隊が来るとさすがに長くは持たんと思われる。先ほど信長はまだ岐阜から動いてないとの報告が入った。長安殿、ぼちぼちではないか。じゃな。よし、孫一殿の援軍も加わったことさ。明日より京に向け進軍を開始するぞ。三好三人衆のもとには雑賀衆の鈴木孫一をはじめ、細川信義、蘇郷正康、篠原長房、そして信長の侵攻によって美濃を追われた斎藤辰沖や永井道俊も加わるなど、1万3000ほどの兵が参集していた。伊賛で福島城を出立した三好三人衆軍は幸先よく江波城を攻略すると、西の河内の国へ進軍。かつての主三好義継が300でこもる古橋城を背のかけ、義継兵200以上を倒す猛攻で落城をさせる。その一報は岐阜の信長のもとに即座に届いた。カクカク、近々だ。なんじゃと、古橋城があっさり落とされたじゃと。将軍はまだ立ち上がらぬのか。信長殿、上杉家と北条家との同盟がほぼまとまり、東の武田を牽制する構えはできた。織田本隊は急ぎ摂津へ向かわせてよいのでは。で、あるな。徳川家康が少々心配であるが、北と東から睨まれている間は信玄もたやすくは動けぬであろう。よし、明日京へ向け出立いたす。皆の者準備に取り掛かれ。はっ。もろもろの手配を済ませた信長はいよいよ三好三人衆討伐をするべく岐阜城から出立した。道中の横山城では木下秀吉、丹羽長秀に浅井の動向確認と監視の徹底を指示。その後京の本能寺に入ると明智光秀、柴田勝家と合流し、室町幕府の将軍足利義昭に拝謁した。義昭、支度が遅い。遅すぎるぞ。そうせかすな。
世にもやらねばならぬ正義が山ほどあるのじゃ。義明、そなたの兄を討った三好三人衆が京を狙っておるのだぞ。政務よりも討伐が優先であろう。わかっておるが、これを見よ。本願寺の権御からの信長殿に対する異議の書かれた文の束を。布教活動の制限などはわかるが、石山本願寺の取り上げはやりすぎぞよ。取り上げとは言うておらん。石山の地を軍事拠点にしたゆえ、坊主は山にでも引っ込んでいろと申したまで。言い方じゃ、言い方。奴らは、坊主のくせに主食に溺れ、門徒や檀家からの寄進船を商いに回し、勝手し放題じゃ。比叡山の延暦寺は特にひどい。坊主は坊主らしく、仏仏と念仏を唱えておればよい。まあ、ほどほどにするのじゃぞ。義明様、それよりも攻め込んでくる敵を防ぐことが先決。義照様の仇討ち地に将軍が立ち上がることこそ大義。その通りじゃ。幕府など大した力もなく、今では存在していることすら忘れられている世の中ではあるが。そこは言わんでよい。失礼いたした。将軍義明様がお立ちになれば、ひとまずは大義のもとの戦い、近隣諸国の大名も合流するであろうし、三好三人衆側の士気を下げることにも少しは働きまする。光秀、ちょいちょい嫌味が入っておるぞよ。まあ、いかぬとは言うておらぬ。明日、朝廷に赴き、出陣の意図を進言した後、摂津に向かうとするぞ。それでよい。摂津に入ったら、将軍本体は、淀川の北にある中島城に入り、茶でも飲みながら、ゆるりと戦況を見ておればよいぞ。ただし、地産は許さぬでの。わかっておる。将軍足利義明が立つことが決まり、織田信長は、三好三人衆が待つ摂津の国に向かい進軍した。この頃には友軍が駆けつけ、信長本体含め4万ほどの大軍勢になっていた。信長殿が来るか。何もしてないではまずいな。城奪還くらいはしておかねばじゃな。その知らせを受けた松永久秀や前田利家の先鋒部隊は、三好三人衆が侵略した古橋城や江波城などの奪還に成功し、天王寺にて信長を迎え入れた。信長め、将軍を担ぎ出しよって。将軍は想定はしておったが、信長の進軍の速度は想像以上じゃ。織田軍は総勢4万ほどとのこと。天王寺に陣を敷いておる。こちらは1万3000ほど。籠城戦となるかも。うむ、野田城と福島城は簡単には落ちぬで、まずは信長の動きを見るかも。あとは例の作戦がうまくいくかどうかじゃが。お三方さんよ、のんびりしてられねえぞ。信長がこちらに向け動き出したようだ。もうか。どこから攻めてくると考える？そうせな。伊勢にも川が巡るこの一帯でも一番攻めやすい場所とすりゃ、他に比べ川幅が狭いこの北側であろうな。まず四条の浦江城を攻略し、城北側の川を埋めるなりして寄せてくる。さらに海からの補給路を断つように囲い込んでも来るであろうから、その後は兵糧攻めか力攻めか、何にせよ手を打たねば数ヶ月でこちらの負けは決まる。数ヶ月か。なんとか持たせるぞ。持たせる。手は打たんのか。手はすでに打ってある。あとは描いたように動いてくれるかどうかだけじゃ。孫一殿には鉄砲での城防衛に専念いただきたい。承知したぜ。いただいた図二分の働きはきっちりさせていただきやすぜ。長安殿、権御様から文が届いておったはず。そこには何と。それが仏教語で書かれており、全く意味がわからんのじゃ。なるほど。信長の真の狙いは石山本願寺だという口車に乗ってくれると良いが。賭けじゃな。鈴木孫一の思惑通り、信長は福島城の対岸にある浦江城攻めを松永久秀、三好義継に命じ、数で勝る鉄砲隊の活躍によりたった数時間で城を攻略。信長は淀川から流れ込む川をせき止めさせると土手を築き、野田城、福島城を取り囲むように櫓を建てていきます。この頃、将軍足利義明率いる3000の部隊も中島城に到着し、淀川を挟んで戦いの動向を見届けること。信長、根頃衆2万がやってきたぞ。うち鉄砲隊は3000だ。おう、2万か。鉄砲隊は3000もあるか。これはまた多い。
いつもの倍の銭で雇うと話したら、いつもの倍以上の兵を用意してきたぞ。かなりの量の大筒もあるようだ。頼もしい限りじゃ、明日にも完成する櫓から三好三人衆めがけて鉛玉の雨を降らせようぞ。信長様、槍働きのままご用意くだされ。またざ、心配せぬとも、頃合いを見て総攻撃を仕掛ける。その時は目いっぱい暴れてまいれ。はは。皆の者よく聞け。明日早朝より福島城、野田城に向け根室衆を中心に鉄砲および大筒での一斉射撃を行う。わしがやめよと言うまで打ち込み続けるのじゃ。数日で作った掘っ立て石の蛇で大筒が砕いてくれようぞ。この合いを見て城へ総攻めを仕掛け、一日で型をつける。三好三人衆は見せしめにするゆえ生け捕りにいたせ。よいな。は。元気元年1570年9月の12日、織田軍総攻撃の日を迎えた。野田城、福島城の西から北にかけて作られた織田軍の櫓には、根室衆の鉄砲隊を中心に計5000丁もの鉄砲が配置され、信長の号令を待っていた。一方、野田城には三好三人衆がこもり、福島城には斎藤辰興、永井道俊などが防戦の準備に入る。また雑賀衆もそれぞれに配備され、火を吹く準備は整っていた。三好長安、わしに歯向かったことをあの世で悔やむがよい。メイドの土産に鉛の雨をくれてやろうぞ。鉄砲隊構え、放て。信長の号令で5000丁の鉄砲が一斉に火を吹いた。手だれの根室衆から放たれる鉄砲射撃は、対角突で城兵や門、土塀塔を撃ち抜く。そして次々と放たれる射撃の間隔の短さは、三好三人衆以上に信長が驚くほどであった。長安殿、大変だ。三好正勝が裏切った。門を壊して出て行きやがったぞ。バカだ、総攻めが来たら一時ともたんぞ。うぬぬ、剣女はまだ動かぬか。ち、火星に不勢か。鉄砲の数が違いすぎるぜ。鈴木孫一率いる雑賀衆も鉄砲で応戦するも、そもそもの数が違いすぎ、手が打てない状況であった。まもなく織田軍の総攻撃が始まろうかと思われたその時。鐘の音があちこちで鳴り出した。これは何の鐘だ。信長、石山本願寺門徒があちこちで立ち上がり、織田軍に攻めかけてきたぞ。なんじゃと、己、剣女。石山勢は鐘を合図に一斉に織田軍へ襲いかかった。そして石山勢は咳止めしていた堤防を壊すことにも成功し、川の水はみるみるうちに織田勢の櫓に流れ込み、次々に櫓は倒壊。総攻めどころではなくなった織田軍は、全軍一旦城の方位を解き、水のないところまで引くのじゃ。さっさなりまさ、前田利家の部隊は急ぎ東へ向かい、石山勢を潰してまいれ。はっ。サスケ、急ぎ京の柴田勝家のところへ行き、救援に来るよう伝えてまいれ。わかったぜ。優勢だった織田軍は石山勢の参戦により一気に劣勢となる。石山勢に向かったさっさなりまさ、前田利家の部隊は天満ヶ森周辺で激戦となるも、さっさなりまさが負傷し撤退。なりまさ、下がって手当てをするのじゃ。ここはわしに任せろ。前田利家隊が奮戦する状況となっていた。それを聞いた信長本隊は城の包囲を任せ、天満ヶ森に急ぎ向かう。仏を慕わぬそなたに何を申しても仕方のなきことであろう。ならば本願寺門徒一同、行動をもってそなたを改心させることといた。ナムアミナムアミ、うるさい。三好と示し合わせの動きであろうがなかろうが、我に歯向かったことは事実じゃ。絶対に許さん。信長本隊の援軍で前田利家隊は持ち直すと、その後は両軍睨み合いとなる。まもなく足利義昭隊、そして京にいた柴田勝家隊が信長の本陣に合流した。信長殿、本願寺とは戦ってはならぬ。相手は世俗を離れた仏門の者どもじゃ。こたびの戦いは三好討伐じゃったはず。見よ、坊主が武装しておる。鉄砲まで上手に扱ってもおる。あれが世俗を離れた者どもの姿か。そもそも宣戦布告をしてきたのは剣女の方であろう。
そうであるが。信長殿、まずいことになった。権六、どうしたのじゃ。近江の浅井、越前の朝倉が京に向けて進軍を開始。そこに延暦寺総兵も加わり、宇佐山城の森吉成が突破されぬよう防戦しておるとのこと。己坊主殿、義明の顔を立て、今回は石山勢と争うのはやめるといたす。全軍撤退じゃ。加水へ新成軍を頼む。お任せくだされ。南近江が落とされることを恐れた信長は全軍に撤退を指令、急ぎ近江を目指すことに。おお、本願寺軍がやりましたぞ。織田軍は撤退していっておる。ふう、あと少し賢女殿の立ち上がりが遅かったら撃たれておったが、何はともあれ、あの信長を撤退させたぞ。皆の者、勝ち時をあげよう。こうして畿内奪還を目指す三好三人衆と織田信長との戦いとなった野田城、福島城の戦いは、三好三人衆の援軍として石山本願寺が参戦し、同時に浅井朝倉の京遠征軍が動き出したことにより織田信長は敗走することとなった。三好三人衆の河内侵攻に合わせ、摂津の石山本願寺、近江の延暦寺など各地の一向宗が挙兵、そして浅井長政、朝倉義景の南近江侵攻などほぼ同時に動き出したことは示し合わせの動きであるとも言われ、後の世に第一次信長包囲網と呼ばれることとなる。信長と敵対することを選んだ石山本願寺の賢女はこの先10年もの間信長と戦うこととなり、度重なる和睦と対戦を繰り返し、最後は石山を離れることになるのです。その後この地に羽柴秀吉が大阪城を築城、今度は豊臣と徳川の激戦の地へとなるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。